ベレッタ CX4 はイタリアのベレッタ社により民間市場及び法執行機関向けに開発された自動小銃である。カテゴリーこそ自動小銃に位置するものの、実砲はライフル弾ではなくピストル弾を使用する。ストームファミリーで最初に発表された。デザイナーはベレッタ 9000S も担当したジョルジェット・ジブジアーロ。前述の通り、 民間市場及び法執行機関向けの銃であるため、フルオート機能は MX4 を除き、はじめからない。CX4 ストームは、ベレッタ社が販売する自動拳銃との共用を目的として開発された。そのため、同社の92、96、98や M8000 シリーズ、そして同じストームファミリーである PX4 のマガジンに合わせた8モデルが存在する。 冷感炭造により作られた16.6インチバレルには、クロムメッキ処理が施され、腐食への耐久性などが向上した。デザイン上、全体が柔らかになっているのは、威圧感を軽減するためである。CX4 の C は、キャリバー X4 は4種類を意味し、その名の通りバレル、ボルト、マガジンアダプターを交換するだけで4種類の弾薬を使用することができる。また はい。鞘方向も分解すれば、すぐに左右の入れ替えが可能である。q x 1 9 m m モデル PX4 シリーズ 92M8000 に対応した3モデル。q x 2 1 m m i m i モデル98に対応した1モデル。イタリアでは民間人は q x 1 9 m m 弾を使用できないので、q x 2 1 m m i m i 弾を使用する。 40S&W モデル PX4 シリーズ 96M8042 対応した3モデル。45ACP モデル M8045 に対応した1モデル。ベレッタ MX4MX4 単重進化、フルオート機能搭載モデル。この他に、同社は PX4 ピストル及び RX4 ライフルをストームファミリーとして販売している。ウォーロック。 CX4 ストームという名前で登場。サブマシンガン系で唯一ダットサイトが使える。フルオート。現在は課金アイテムのスペシャルウェポンボックスの景品として入手可能。ゴーストリコンアドバンスウォーファイターにプレイヤーの使用する銃器として登場。4 6 x 3 0ト、mm、ル弾を使用し、セミバーストフル3段階の発射モードを持つ。また、名称は、 CX4 ストームだが本体は MX4 ストームである。Call of Duty Black Ops 3 VMP の名称で近代化改修を施したものが登場する。バトルフィールドシリーズ BF4 公平の初期武器として MX4 の名称で登場。レートが高く近距離では高い火力を誇る。BFH メカニックの武器として MX4 の名称で登場。 近距離火力に優れ、低反動。さらに、相談数も拡張マガジンで36発と多く、バランスのいい武器。レインボーシックス c g d l c 第9弾、オペレーションパラベラムで登場した防衛オペレーター、アリバイの武器として登場。低反動高レート低ダメージ。ありがとうございます。